さあ今回真面目でいきたいと思います。 GTA5 パソコン版実況第45回目ですね。前回は、メイドのいとこの誰だっけ、男の方の名前が出てこない、まあ、あのデブラのマンションで、まあ、ちょっと不幸なことが起きてしまいましたね。またいきなりウェイドのいとこが、知り合いがパッと消えてしまうという、まあ、世にも奇妙な出来事が起きているわけですが、まあ、そう彼トレバーがその後にストリップクラブを占拠したっていうことなんで、まあ、レスターにトレバーから連絡が行って連邦保安庫の強盗の件を伝えたらしいんですが、で前回さジミーが車返してくれたって言ってたんだけど、これよく見るとさホイールがドラーマークになっているんだが、ひどいセンスだぜ。発見してしまったよ。何なんだよこれ。まあ、というわけでね、今回は早速トレバー・フィリップス工業のストリップクラブに向かいたいと思います。一体どのような展開になっているんでしょう。店内は着いたぞ。占拠したのに一応こいつらいるんだ。 Thank you。 あ、何、支配人を脅して完全に占拠したって感じ。誰、あれ、ウェイドさん随分いい気なものですね。一応主観で見ときますか。そうか。よ、あれ、こいつら面識ねえんだっけ。なんかなさそうだな。さあ行きますか。トレバーは？トレバーはどこだ？更衣室。なんだこれ。あ、蛇飼ってんの？やめてくれよ。なんか超臭そうだな、こんな。洗面所。さあ、いるかな、トレバーさん。いたー。壊れてる。どういうこと？お、フランクリンじゃん。ついにか。まあ、あとは俺の仕事だな。めちゃくちゃだな。Brad out of prison and then you know。うん。So how'd you come by this place anyway? Had it for ages. So you must know Leon, the old manager. Leon? I didn't know. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. 来たよ。A long, long time ago, レスター。There were three guys. はい。Michael, Trevor, and Lester. And Brad.ああ、前回の喧嘩。Yeah. Sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there were other guys though too. So, 他の仲間。Anyway, we robbed and lied and we hurt people. めちゃくちゃだぜ。Low-life kind of existence. めちゃくちゃやってたってことなのね。Always dreaming. そんな彼らにも夢があったのか。でかくなること。The big one. The big one. ああ、でかい仕事したかったんだ。The Union Depository. ああ、それが一番でかいんだ。なるほど。なるほど。最高傑作。So, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. 占領の市民としてね。Big one. 出てきた。レオン出てきました。そこは冷蔵庫に保管してんのね。行っちゃったよ。お、待て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 、これは待て、はい、保管庫に向かっている。あ、トレバーとは違うね、行く場所。あー、なるほど。何すればいいの。
スタミン。スタミンかよ。なるほどね、大事だね。おっと、ずいぶん硬いな、これ。どれ、これが連邦ファン。ユニオンデポーシートリー。デポーシートリー。That doesn't look like much. Man, security looks right. We send in a couple of sprung niggas, clap clap. What are you talking about, Frank? Oh, I see it. Man, getting in the door is easy. It's a standard bank. It's getting underground that's hard. Ain't that where the metal's kept? Right. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alka Street. マルタストリート、カルカディアスセンターまで行って、スタミシュ。どういうことですか？これか。なんだ。確かに。そうだね。うん。Man, you think they put more than one motherfucker on our nasty fucking reserve? そうだね。なんでだ。Yeah, maybe we really are broke.Trevor, how are you doing? お、スイッチした。タッチションしてるよ。この人。大丈夫？黄色すぎでしょ。栄養満点だ。Like clockwork, Mikey. Like clockwork. はあ。結局こっちも俺がやんのかな。やっとけよ、トレバーちゃんと。なんだっけ、ミスターラズベリージャムだっけ。やつも参加させる？誰？ブラッド。やべえ、修羅場になる。どうなんだよ。いやー、これは荒れる人仕事になりそうだ。しようかな。フラット死んだって知ったら一体どうなっちゃうんだろうな。いや、なんか殺し合いで終わっちゃうとかはやめてほしいね。ぜひぜひその展開だけはやめていただきたい。これなんか独自な塗装が施されていないか。リエタハイツ。え、やばいやばい、警報になっちゃった。これ上通っちゃいけなかったかな。普段何すんの？ないんだ。そうだね。なるほど。最悪じゃねえかよ。全員殺した方がいいの。通報。ああ。なるほど。1回目はおとりに使うわけね、マイケルさん。車列？襲撃時点を探す。カメラのバッテリーがちょっとつらい。
確かに一番効果的だな。全然違えべ。めんどくせえんじゃねえかよ。レスターもフォレバー使う。いやこれなんか操作が妙だぞ。ヘリが一体どこ行ってんのか分からんから。上飛んでるだけでいいのかな。川に落ちる危険。ああ。GPS 仕込まれてんの？アメリカって全部に。それ車泥棒なんか設定できねえじゃん。あ、このあれか、輸送車の GPS か。あれどこ飛んでんのか分かんねえよもう。どうなってんの。結構長いっすね。上空から偵察してるとこういう感じなのかな。あ、入った。反対側、これか。ああ。なるほどね。つらそうだな。相当な速攻性が、速攻性が必要とされると思う。これか。レスターが偽造するのか。なるほど、これで入り込むのね。はいはい。この辺の新しい地下トンネル建設現場。どこ？建設用の入り口。ヘリがこんな低空飛行してたら怪しすぎる。どれだろう。え、あった。見つかった。これか。あ、これか。対空しろ。 OK。 入り口付近にね。わかりました。これでどうでしょう。もうちょい。こんな近づいてんのにダメなの。もっと近づけんの。ホバリングしてろ。うん。OK。もう取れたべ。はいはい。帰ります。あ、もうスイッチできそう。じゃあスイッチで。勝手に帰ってくれ、トレバーさん。フランクリンを家に送る。どっちにしろ送んなきゃいけないのか。なんだこれ、トラクション変わっ、クラクション変わってるぞ。最悪だ。
取ればな。そうなんだよ。確かに。I ain't pissed off hillbillies, bikers, a Mexican gang, some Chinese gangsters, and a private army, okay? Well, there's that. Yeah, but you just pissed off the FIB and the IAA. So, Joey, you're pretty big, man. You know what? I met Amanda, and I know who scares me the most. Point taken. So you gonna tell me about this Brad dude and the deal with the FIB? What happened in North Carolina back in the day anyway? This ain't the time. So we're about to go in together on the biggest job ever being pulled. There ain't ever gonna be a better time to fill me in on this shit. It's complicated, alright? Fuck it, I'ma ask Trevor. Don't ask Trevor. Shit, man, you sound shady, dawg. Real shady. We'll talk, alright? Just later. 確かに信用できないよね。一つでも隠し事あると。やば、このセンス。しかし、フランクリン、いいところに住んでるんだったな。忘れてたわ。今や、マイケルよりいいんだね。よかったよ。いやー、楽しみですね、この強盗。どうなるかね。目的の調査、完璧だ。さあ、一体どうなるのか。超楽しみだね。よっしゃ、今回はじゃあこの辺で終了したいと思います。今回も長い間ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と評価、コメントの方よろしくお願いします。次回はですね、次回どうなんだろう。次回、あ、トレバーマークがね、なんだ。T ハテナって何？デビンやんなきゃいけない系かな。じゃあちょっとデビンやるか。しょうがないから。デビンか、おそらく暗殺ミッションになるかと思います。はい。じゃあ次回もよろしくお願いします。お疲れでした。また。